まあ、チームはしくもいい順位取れなかったんですけど、個人としては3得点取ることができて、まあ、個人的には通用する部分と通用しなかった部分がすごい明確になったので、また湘南に帰ってきたので、ここでもっと上手くなってリーグ戦でもルヴァンでも点取れるようにしたいなっていうのは今の気持ちです。まあ、ゴール前だったり、自分が前向いた時のドリブルからのシュートだったり、まあ、少ないチャンスで決めきるっていうところは出したかなっていうのは思います。やっぱ守備の強度だったり、まあ、球際ついて相手についていくっていうところだったり、あとは、体の部分で負けてるところもあったので、そういうところはもっと鍛えていきたいなというのは思います。すごく海外の相手が本当にうまかったんで、自分もやっぱそういうプレースタイルで生きていかないと何も残らないんで、もっと上手くならないといけないなっていうのはすごい強く思いました。まずは1試合勝てるように、そして2試合3試合と勝ちを増やせるようにしていくので、僕も頑張るので、一緒にみんなで頑張りましょう。応援よろしくお願いします。